こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。え今日は Amazon からね、えー、カタログのクオリティを高めましょうと、ねえー。そうしないと売れにくいですよというねメールが届いたんで、それについての解説です。まあ、こんな風にね、えー、メールが届いてます。でアメリカはね、えー カタログはかなりほったらかしだったんですけど、オーストラリアはね、かなり早い時期からカタログこれちゃんと作れという通知が来たということは、Amazon もやっぱり今作られてるカタログね、まずいだろうという意識があるんだと思います。でカタログ、まあ、ざっくり言ってね、まず1番がこれタイトル、で2番が商品画像で、3番がバレットポイント、4番がカテゴリーなんですけど、 特にね、このタイトルと画像が非常に重要です。でタイトルと画像は、えー、楽天とかね、あるいは eBay なんか、要はあの、きちんと作れば自分が売れるというのでね、上手い人が力で作ってるのを参考にしてください、えー。セールスポイントを落としてないか、ねえー、写真の角度とか、えー、ちゃんと見せるべきとこ見せてるかとかは、 a m a z のカのログよりも、やっぱり楽天とかね、eBay なんかの方がいい写真が多いです。例えば、ね、これがいいタイトルだよと、ね、商品名が入ってて特色も入っててクリックされやすいと。かたや、ね、テレビだよと、これじゃクリックされないというふうに言ってます。あと写真は、えー、基準に合致した写真できちんとした、ね、高画質だと 写真に、まあ、このマウスポイントを当てたときに拡大されます、えー、そういうふうな写真になってないと、えー、おそらく、えー、今後検索結果に、えー、悪影響が出るとあるいはもしかしたらもう出てるかもしれませんで悪影響を云々ぬん以前にね、えー、やっぱり商品がよくわからないとそもそも売れないというのがあります、えー、そんな形でねカタログ、えー、適当に作ったなと売れるもんも売れないんでね、えー、やっぱりせっかく売れるもん見つけても カタログ悪いばっかで売れなくてね、えー、売れる商品見つけてたのに、カタログ作りがまずいとか、相乗りしたカタログがまずくて売れなかったというのでね、えー、商品を見送っちゃうともったいないんで、えー、カタログはしっかり作ってください。えー、もちろんね、作り方の方は、まあえー、タイトルとか画像とか、えー、チャットワークの方でまた、えー、どんどんご質問ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。